こんにちは、ゆくれよです。今回はダイソーさんで購入した新しいメランジテイストのアイボリーとブラウン、この2色を使って2本撮りでバッグを編んでいこうと思います。こちらのアイボリー、ちょっとなんかグリーンが入ってる感じのくすんだ色ですね。このね、帯のグリーンが糸に入ってるような、ね、グリーンがかった感じに見えます。 60g で 108m あります。これは前のメランジと同じですね。違うのは材質です。材質アクリル 80% ポリエステルが 20% となっています。今までのメランジはアクリル 100% でした。かぎ針の指定が7から8号となっています。この少しグリーンがかったアイボリーと、それからこちらのブラウン、これも、なんとなくですが、ちょっとこんな感じのね、グリーンが混じってるようなブラウンに見えます。春夏ケイトなので、こんな感じのグリーンをちょっと混ぜているのかなっていう感じがしました。この他にもう一色ですね、こちらの、ブルーというカラーも購入したんですが、これもなんとなくですが、このね、帯のようなグリーンが混ざってるような感じに見えます。今回はこのブルーは使いません。それから、ダイソーさんでこちらのカバンハンドルも購入したので、これも使っていこうかなと思います。これは2個入りでメタリックカラーゴールドのものです。サイズが直径11センチ、裏面にはこのように書かれてあります。で、私が購入したのはこのゴールドとシルバーの2色です。他にも色があるのかどうかはちょっとわからないんですが、2色購入できたので今回ゴールドを使っていきます。それでは、円底で編んでいこうと思います。メランジテイスト2本取りで6目スタート9段編んだものを用意します。この円の編み方については以前に詳しく動画にしていますので、そちらを参考に編んでいただけたらと思います。今回使用するのが15針です。それでは、6目スタート9段編んだ円の最後の目です。最後、1つの目に細編みを2目入れて増し目をするんですが、2目目を入れる時に、細編みの未完成の状態でアイボリーの糸に変えて編んでいこうと思います。糸端を少し残して編み地の裏に当てて、アイボリーで引き抜いて最後の細編みを完成させます。そしたら少し糸を引っ張って細編みの形を調整したら、最初の細編み、ここは立ち上がりです。最初の細編みの頭に針を入れて、糸端と今まで使っていたブラウンの糸、針の上に乗せてアイボリーを引き抜いてキュッと引き締めます。そしてこの後は今まで使っていたブラウンを少し残してカットして編みくるんで進んでいきます。それでは1段目、鎖1で立ち上がって全ての目に細編みを入れていきます。根元に針を入れて、糸端は編みくるんでいきますので針の上、糸を持ってきて針に糸をかけて2本引き抜きます。全ての目に1目ずつ細編みを入れていきます。はい、1周ぐるっと細編みを入れてきました。ここが立ち上がり、次のこの鎖が細編みの頭です。細編みの頭に針を入れて
糸を引き抜いてピュッと引き締めます。そしたら、ここから模様を編んでいきます。鎖1で立ち上がって、鎖1で立ち上がったらすぐ根元向こう半目ですね、向こう半目に針を入れて細編み、筋編みですね、筋編みを3目編みます。それでは次は、手前だけ、下からこのように針を入れて手前半目に細編みを3目編みます。はい、こんな感じで筋編みを3目、手前を3目、向こうですね、向こう側を3目、手前側だけに細編みを3目、これをずっと繰り返し編んでいこうと思います。そして、ある程度高さが出てきたら少し減らし目をしていこうかなと思っています。では繰り返し編んでいって高さを出していこうと思います。はい、それでは、繰り返し編んできて高さ、全部でこのアイボリーの糸を使ってから15段編んだところです。ここから普通の細編みをちょっと減らし目をしながら何段か編んでいこうと思います。鎖1で立ち上がって細編みを7目編みます。5、6、7、細編みを7目編んだら次は、減らし目をします。次の目に針を入れて糸を持ってくる、そのまま次の目に針を入れて糸を持ってくる、そして3本かかったのを一度に引き抜きます。そしたらまた細編みを7目編みます。細編み7目減らし目というのを繰り返していきます。はい、細編み7目減らし目というのを最後まで繰り返していきました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そしたら次は全ての目に細編みを入れていきます。はい、全ての目に、1目ずつ細編みを入れて1周ぐるっと編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。キュッと引き締めて次の段も減らし目をしようかなと思います。鎖1で立ち上がったら今度は細編みを6目編みます。細編みが6目編めたら減らし目をします。細編み6目減らし目の繰り返しをして1周ぐるっと編んでいきます。はい、細編み6目減らし目というのを繰り返し編んできて最後まで来ました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そしたら次の段は一周ぐるっと細編みを入れていきます。はい、一周編んできました。そしたらこの段で終わりにしようかなと思います。最後の細編みを一目編んだところで糸をカットして、そしてチェーンつなぎで最初の目とつなげます。糸始末が終わってこんな感じになっています。全部で42目ありますので半分に折って、このね立ち上がりのラインで半分に折るのがいいのかなと思います。半分に折って、24
1目ですね。西色の葉のと西色の葉のと21目あります。この真ん中にリングを細編みで編みつけていこうと思います。なのでマーカーで印をつけておこうと思います。ここが引き抜いたところ、真ん中に印をつけて、ここは一目と数えません。そして反対側、21目目ですね。西色の葉のと西色の葉のと21目目にマーカーをつけます。そしてマーカーからマーカーまで8目進みます。両側から8目ですね。2、4、6、8、はい、8目両側から進むと真ん中に5目ありますので、ここに5目で編みつけようと思います。なのでこの5目ですね、ここの5目にマーカーをつけます。そして反対側も同じように、この両端のマーカーのところから2、4、6、8、はい、この真ん中の5目ですね、真ん中の5目にマーカーをつけて、端の目につけたマーカーは外します。それではこの5目に編みつけていきます。まずここですね、マーカーの目に針を入れて、糸を持ってきます。持ってきたらここにリングを当てて一度引き抜きます。ちょっとこのリング重たいので編みつけにくいですが、引き抜いて糸端キュッと引き締めて、そしてまた同じ目に針を入れます。針を入れたら糸を持ってきて細編み、よいしょ、糸端も一緒に編みくるみます。この5目でちょっと編みにくいですが5目、よいしょ、編みくるみながら細編みを入れます。最後の目、マーカーを外して細編み、そしたら糸端を残して糸をカットします。カットしたら針と糸を抜いて、糸始末をします。すごく重たいので下に下がってしまうんですが、ね、バッグを持っている時には下がらないので大丈夫だと思います。こんな感じで反対側にも同じように編みつけます。こんな感じで出来上がりました。では大きさですね、底が直径約
16センチ。で、このアイボリーで編んだところですね。バッグの高さが約18センチになっています。で、この、リングがね結構重たいので、ちょっとねこうパタンと倒れてしまうんですが、すごくね、ダイソーさんで購入したとは思えないようなリングで、とても可愛いので、ぜひ、使ってみてほしいなと思います。中に少しお財布やポーチや手帳などを入れてみました。こんな感じでね、カチャカチャうるさいかもしれないんですが、結構高級感のある感じに仕上がるんじゃないかなと思います。で、これこの編み方も、細編みだけを使って編んだんですが、こう、筋編みのところはへこんで、手前だけを拾ったこの細編みは前にこうポコッと浮き出る感じになるので、これでね巾着バッグにしてもねクシュクシュっとなって、すごく可愛い編み方だと思いました。これでね巾着バッグも作ってみようかなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。じゃあねー。